表なさり、まあ、あの学生さんじゃない方も発表されますけれども、あの特に学生の方は、まあ自分の学校の先生ではない先生からいろいろ意見をいただいたり、同じような、学生同士の間で意見交換をしたりという貴重な場になると思いますので、ぜひいろいろ活発にご利用いただきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ、皆様おはようございます。JSSA の会長をしています小坂と言います。このインターカレッジはですね、1995年ぐらいでしたかね、国立音楽大学で発足というか最初始まりまして、その時にはここにいる安藤さんもいらしたんですが、第1回は私はまだ入学してないですね。20校ぐらい前後でですね、あの出入りはありましたけれども、たくさんの大学が加わってまいりまして、で年に1回大体冬のこの時期にですね、相互のつながりということで学生さんが、まあ、単独ではなくてその所属する大学の、まあ後見人っていうんですかね、所属大学の先生と一緒に、そのチームとして発表するっていうスタイルでずっとやってきました。で以来ですね、その単独ではなくて音楽情報科学研究会って現在では、情報処理学会工学系の学会の傘下のもとに暮らしてきたというか活動してきたのですけれども、まあ、この団体固有の、まあ、特徴というのは、まあ、音楽発表アート発表の側面とそれを必ず言語化して、まあ、その成果、研究の意図作品の意図などを語るというこの、まあ抱き合わせ企画としてずっとやってきました。でそうなると、まあ、よく言えば学際的なんですけれども、悪い言い方するとはあなた何考えてるのみたいな、なかなか意思疎通が難しいところがございまして、数年前にその後見人たる組織が一回ブレイクアップしまして、それで、まあ、一つの独立した団体になったんですけれども、やはり、まあ、もうちょっと一緒に研究団体とも組もうということで、それで、まあ、親のような立場で JSSA という音楽研究の団体と一緒になりました。というわけで、本来私はあまりここで挨拶する必要もないんですが、まあ、この回の、まあ、流れというか特質、まあ、そういう性質をぜひ皆さんにですね知っていただきたく、まあ、まとめますとポイントは演奏、作品発表と、研究発表の場であるということ、そして、学生同士の相互交流の場であるということですね、まあ、その2つがメジャーな特徴としてやってまいりました。で今水野さんのご挨拶にありましたように、まあ、今日と明日2日間、ここで、いろんな作品発表と研究発表があるわけですけども、どうぞ皆さんお互いに知り合っていろいろコミュニケーションをとってですね、この分野が発展していくことを私としては願っております。それでは2日間どうぞしっかり議論ご参加し、しっかり聴講発表よろしくお願いいたします。